はい、YouTube をご覧の皆様、うがみやぶら YouTuber の金見秀人です。今日もこちら鹿児島県沖永良部島からお送りしております。今日の動画ではですね、大晦日に知名町の商店街、そして和泊町の商店街をドライブしてきましたので、その動画をお届けしたいと思います。この動画を見て懐かしんでもらうもよし、あの店なくなったんやって悲しんでもらうもよし、そして旅行前の予習に使っていただくもよし。それではご覧ください、どうぞ。はい、こちら知名のバイパスから降りてきたところです。 Tマートとか奄美丸があるところに降りてきます。ここから知名の商店街に向けて走っていってます。はい、釣り基地を越えて南国石油があります。ここを右に曲がればフローラルホテルだったり知名漁港に降りるところですね。はい、パラダイスインがあり、バス企業団があり、居酒屋一揆とかもあります。そして見えてきたのは知名町役場でございます。アミカなんかもありますね。ここを越えるとだんだんお店が多くなる知名の商店街になります。右側に仕出しの家ミーヤがありまして、そして左側にはミーヤストアが見えてきました。そして主婦の店花水木、こちらカフェも横にあります。素敵なカフェなんで行ってみてください。この信号の横にある茶色いおしゃれな建物がアナザーワンダンススクールですね。島のおしゃれなキッズたちが一生懸命練習しております。信号を越えるとJA 奄美知名事業本部があります。いつもお世話になっております。はい、この左側は松本屋さんですね。セントラルスポーツとカフェタイフーンも並んでおります。そして安田印刷さんです。この辺りに来たらたくさん飲食店が並んでおります。焼肉ジュージューだったり、ラウンジレイだったり、一石二鳥だったり、ピュアゴールドだったり、天一だったり、おいしいお店がたくさん見つかりますよ。さま。
そしてシステムラボさん、三光、そしてここを左に曲がると A コープが見えてきました。はい、次は和泊町に入りました。出村精肉店のところから、はい、こちら A コープ和泊店ですね。この右側に映してないんですけども、新しい和光があります。はい、パチンコ屋さんですね。そして西牟田和泊店見えてきました。ドラッグストア森、めちゃくちゃ利用しております。この先右に曲がるとタラソだったりログインタラソだったりいろいろあります。左側には沖永良部警察署です。ソフトバンクショップです。この辺から店が増えてきますね。右がアクルですね。そしてライライ、そしてアマシンがあったりカギンがあったり、そして唯一24時間空いてるリックマート、そして今回は役場の方に曲がっていきます。はい、これが和泊町役場ですね。綺麗に建て替えまして豪華な役場になりました。役場の向かいには沖野商店、はい、こちらグストです。イタリアンのお店ですね。そしてその右側がディスカウント山口、そしてこちら酒&アスカです。僕もよく利用するんですけどね、旅行者でも移住者でもお一人様でも入りやすい店になってるんで、ぜひご利用ください。混ぜそば中心なんですけど、まあ普通に居酒屋だったりランチもやってます。
au を過ぎて山田海運、そして JA 和泊事業本部ですね。このドクロは気にしないでくださいね。カップルが歩いてたんで一応隠しました。こちらティーダーです。お土産に迷ったらこちらに来たら見つかるでしょう。たまり文具店ですね。そしてこの橋を渡ると南州神社が見えてきました。それではこのドライブも南州神社でお別れしたいと思います。ありがとうございました。はい、皆様いかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたか。このチャンネルでは牛のことを中心に発信しているんですけども、沖永良部島のあれやこれやも発信していきますので、よければ皆様チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。さようなら。こちらドラッグストア森の横の道を入っていったところにありますタラソの風です。人も少なくてすごく見晴らしがいいのでおすすめです。